皆さんこんにちは。現在マルタ共和国で語学留学をしている彩香です。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はマルタの近況をシェアしたく動画にしました。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。マルタへ留学を検討している方や、留学をしたいけどどこの国がいいか迷っている方などなど、何かお役に立てたらと思います。私がマルタに来た頃は EU ワクチンサーティフィケーションといったものの申請が始まったので、2週間の隔離なく入国できました。今は日本の証明書もアプリケーションに変換して入国できるようになっているので、だいぶ他国の行き来がしやすくなってきているなと思います。現在のマルタでは1月17日からレストランやカフェといった施設に入店の際にワクチン証明書の提示が必須となっています。提示できない方に関してはテイクアウトかお持ち帰りでの対応となってます。また接種最終日から3ヶ月経ったものに関しては有効期限切れという発表がされたため、多くの方が3回目の接種を強いられているような状況です。留学生も無料でワクチン接種ができるようになっているので、そこは安心していただけたらと思います。とはいえワクチン接種に反対の方もいるかと思います。あとはもうこれ以上打ちたくないなって思っている方もいるかなと思います。先週マルタの首都バレッタにてワクチン接種反対デモ行進が実際に行われていました。そういった声もあって、2月の7日から実際に提示義務の規制緩和がされていくという情報も入ってきています。約安心して過ごせる日常になってほしいですね。今後もこういった動画を、シェアできたらと思いますので、こういったことを知りたいなどありましたら気軽にコメントください。お待ちしています。だよねー。